こんにちは。一人です。はい。すいません。お声でいいですか。はい。この鉄板焼きっていうのも一品なんですか。一応は一品で。ああ、結構ボリュームありますね。ね、ボリュームある。とりあえず、ビールは、中瓶ですかね。大事、はい、じゃあ瓶ビール朝日でお願いします。朝日で、はい、ありがとうございます。オリジナルグラスあります。オリジナルグラス、わらび、おお、懐かしいな、わらびか。おすすめの一品みたいなのやってもらいましょうかね。名物がその3種類ですね。そうですね、この3つ、はい、名物でやってますので、はい、まあ、何か良ければ頼んでいただきます。じゃあカニのコーラ揚げっていうのがちょっと珍しいんでね、それいきましょうか。はい、コーラ揚げで、はい、お願いします。はい、わかりました。これってなんかステーキでいうところのミディアムレアですか。レアみたいな。まあ、生でもね。ね。うまいこと綺麗な、これ綺麗でしょ。なるほど、これスプーンでこう食べるんですか。スプーンでこういう感じ。タルタルソースも自家製ですよね。なんかこれ何入ってるんですか。サラダみたいな感じなんですか。これはピクルス。ピクルス。ピクルスと玉ねぎですね。ピクルス玉ねぎ。いや、ちなみにこのカニのコーラの中ですよ。コーラの中はカニと鶏のミンのチーズ。あ、なるほど。それとシイタケと三つ葉が入ってます。はい。美味しい。本店ありまして。え、そうなんですか。そうなんですよ。うち支店なんですよ。どこですか、本店は。それは本店今ないんですね。あ、そんな話なんか聞いたことありますわね。千日前です。千日前の、まあ、ナンバーグランドカ月ぐらい。そうなんですか。へえー、に本店。昔の大劇ってご存知。はい、聞いたことあります。あ、あそこも今ないんですけど、あの横手とか裏手に、はい、新浅草ってあったんですよ。はあはあはあ。それはもう50年ぐらいやってた老舗なんですけど、はい、大将が年いってるので、はあ、後継ぎがおらんとか。ああ、それもよくあるね、問題ですよね。なんかでもやっぱ雰囲気ありますもんね。35年って言わず60年ぐらいやられてるみたいな感じですね。そうです、あの本命対抗ね。え、競馬されるんですか。宝塚記念取ったんですか。宝塚記念取ってないですよね。びっくりした。じゃ牛肉と、はい、それからこの星マークのエビベーコン、はい、それから、まあ、こんにゃくよね、二重丸してあるんで、はい、で
カマンベール、あ、ちょっと待って、あ、どうしようかな。カマンベールベーコンとエビベーコンだったらベーコンベーコンになるからな。あー、ベーコンベーコン一応ありますけど、ねね、まあ、だいぶ違います。チャンス、じゃあ、はい、カマンベールベーコンも、はい、そんだけとりあえずお願いします。はい、これがオイル焼くか。はい、はい、どうぞ。はい、山椒とか七味ありますんで、よかったら好みによって、あ、はい、かけていただいた、はい、これ牛肉和牛でしょ、これめっちゃうまいじゃないですか、これ220円安っ。これはやばいな。ロース、ロースね、怖いな、考えられへんね、この値段。あ、ビールもう一本、はい、あ、ありがとうございます。下手したら780円のとこありますもんね。あ、そうですね、こんにゃくめっちゃうまいですね。これどういうことですか、なんでこんなこれすごい、すごいよこれ、こんにゃく、これこれ本日のおすすめで書いてある、ホタテバターは、はい、これ値段は自家なんですか。値段は自家です、ね、自家、はい、ホタちなみにいくらですか、ホタテバター。これはね、900円です。きょ、それじゃあください。あ、わかりました、はい、はい、これ別で焼くんです。そうですね、別で焼きます。ですよね、でもね。どれどれですか。いや、まあ、あの食品管理がね。ああ、そうですね。ね、
そうですね、やっぱり、まあ、なるべく早く行きましょうと思ってるんですけど、どうしてもね。どうしたん？キリには行けんねんけど。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価並びにチャンネル登録お願いします。夜景団チャンネルでした。